行き先を決めずに出たんです。その方が気楽だし、天気も良くて最高でした。道はガラガラで、自分たちの車以外にはたまに対向車とすれ違うぐらいで、車の30メートルぐらい後ろに黒い水たまりのようなものがあったんです。とっさに逃げ水を思い出したんですよね。でもこれは逃げてない。それでちょっと気持ち悪くなったんです。もう完全に追われてると思いましたね。でも彼女には教えたくなかった。せっかくのドライブを台無しにしたくなかったんです。潰れた人間だったんです。あそこでハンドルを切って止まろうとせず、さらに逃げようとしていたら、確実に正面衝突でした。大丈夫？